とコインを使ったマジックをご覧いただきましょう。でまずはこちらのコイン、500円玉です。両側にシールを貼っておきます。ではそれぞれ、私とお客様で片面ずつサインをしましょう。ではこのサインコインテーブルに入れるところに置きます。でカードを使います。でカードはよく入れまくられています。では1枚カードを選んでいただけますか。選んでいただいたカードの表側にサインをお願いいたします。はい、ありがとうございます。では、そちらのサインカードを返してもらいたいと思いますが、このようにカットしていきますから、好きなタイミングで置いてください。ここでいいですか。それではこのサインコインを使ってお客様のサインカードを探し出してみたいと思います。入れたコインはこちらの袋の中に入っています。その下のカードを見ていただけますか。Thank you.